オリシェは、スペインギプスコア県、オレシャ出身の著作家。バスク語で、詩、小説、随筆などを創作し、特に詩人として知られた。本名は、ニコラス・オルマイチャー。ギプスコア県、オレシャに生まれたが、両親の下にはすでに多くの子供がいたため、ナバーラ県、ウイシノ・ウバの下で育った。17歳だった1905年に、ナバーラ県、ハビエルに会った。 イエズス会に入り、1907年からは、ギプスコア県、アスペーティアにあった、ロヨラ聖堂で牧師の修行を積みながら西洋古典を学び、古代ギリシアのホメーロスや古代ローマのウェルキリウス、19世紀のプロバンスご主人のフレデリック・ミストラルなどに傾倒した。1923年から1931年には、ビスカヤ県、ビルバオに住み、 デスレクシオン・マリア・デアスクエが会長を務めていたエウスカル・ツァイン・ディアの活動に協力した。1920年代後半からはバスク人詩人のシャビエル・リサルディと親交を深め、リサルディの詩集、心と月に映ったものでは序文を書いた。1929年にはバスク語・ビスカヤ方言で16世紀に出版された作者不明のラサリー・リョ・デ・トルメスの生涯を翻訳し、 1930年には、フレデリック・ミストラルのミレイオをバスク語に翻訳した。1936年のスペイン来戦勃発後には、フランス、アルゼンチン、エルサルバドル、グアテマラを転々とした。グアテマラにいた1950年には、資材を投じた、補金再展義に、オリシェやアンディマ・イビナガベーティアが協力し、バスク語雑誌、バスク精神を創刊した。 バスク精神に占める各分野の割合は、文学が57%、哲学が3.5%であり、その他芸術や音楽などの論文を掲載した。バスク地方に住むガブリエル・アレスティ、マヌエル・レクオーナ、ルイス・ビラ・サンテなどの著作家、スペイン国外に亡命した知識人やイエズス会の神父などが文章を執筆した。1934年には、 全15章11842行の詩、バスク民族を完成させており、1950年にバスク民族が出版されると、批評家のアントニオ・マリアラバイエンは、バスクの彼らと称賛した。1954年にスペインに帰国した時にはまだ、フランシスコ・フランコ独裁政権によるバスクご使用禁止政策が続いていたため、1956年には、 バスク精神の観光地をフランス領バスクラブールのビアリッツに移した。バスク精神は1960年までの10年間で44号を数え、増ページ数は3658ページにも及んだ。1959年にエウスカルザインディアの会員に推挙された。1962年にサンセバスティアン近郊のアニョルがで死去した。 死後の1972年には、バスク民族がスペイン語訳も合わせた、豪華版として再販された。出典、バスク語入門。ありがとうございます。